さてさて、それでは今回はこんな感じのパーティーで行こうかと思います。フルコントランプ、サオリシミケソということでですね。はい、作ったけれども使っていなかったシミケソさんをレベルを上げてですね、僧侶、元僧侶で、元僧侶で、一回遊び人を経て賢者になったというね、シミケソさんと、トランプさんもただ商人のように見えますが、一度僧侶になってきました。で、レベル24まで上げて、ザオラルを覚えた後の商人というね。で、サオリさんは普通に武道家を極めているというような、すごいメンバーで、結構レベル上げてきました。なのでね、フルコンのレベルがちょっと上がりすぎてるんですよね。HP300 超えとるからな。ドラクエのレベル上げってなんか苦じゃないんですよね。結構ポチポチしてるの楽しいんですよね、なんかね。そうなんですよ。なんか、ね、敵を適当に倒してれば確実に強くなるという、この安心感ね。で、たまにニコ生でフラフラとレベル上げ放送とかしてたりするので、よかったら見に来ていただければと思いますよ。さて、ドラクエ1で左回りに回ってきて、砂漠のところにあった街といえば、ドーム道路やったかな？で、ドラクエ1では、確か崩壊してる街だった気がするな。ボロッボロに。なんか、竜王の軍にやられた街みたいな感じだった気がする。さて、ドラクエ3のこの世界は、それよりも時系列的には先のはずなので、どんな感じになってるんでしょうね。まだ滅ぼされる前の、街になっているのか。なってますね。はい。砂漠の街、ドームドーラにようこそ。うっすうっす。大魔王を倒さぬ限り、この世界に朝が来ることはないだろう。大魔王を倒したところでお前に朝が来ると思うなよ。勇気100倍。これは、なんか1個あるな。でもこれ、せっかく買えるやつやんね。多分、勇気100倍。あ、そうやんね。あ、そんなものを店売りしてんねや。へぇー、珍しい。ね。あ、ちょっと全員に薬草も出しときますか。まあね、アイテムしか使えないところとかは出てこないかもしれないですけど、もうね。武器と防具の店だが、今名前、生まれてくる子供の名前を考えているんで、雪の。いまいちかな。あー、そういうのあったな。なんか売ってくるよ、しかし。なんか売ってくるよ、しかし。そう。武器や雪の符やったっけ？そういうのがドラクエ1であったんですよね。なんだか今日も冷えるわね。光を失ってからこの街も寒くなる一方。私はオルカール、オリハルコンを探して旅をしている。この街にあると聞いてきたんだが。なんかないのか。おー、吹雪の剣、上がるね。あー、でもちょっと上がるだけなんだよな。危ない水着。欲しい。足りない。足りないのか。吹雪の剣欲しいな。吹雪の剣を買って、で、稲妻の剣って、イオラの効果あるじゃないですか。だからこれを持たしておきたいんですよね、他のメンバーにね。で、使うことで、全体攻撃をさせるというね。いいじゃない。そう、シミキュソンあたりに持たしておきたいんですよね。よし、そうしよう。吹雪の剣買っちゃおう。よいしょ。よし。大奮発や。で、ちょっとお金が貯まったらすぐに危ない水着買いましょう。それはそれでな。確実に必要になってくるものやから。それ仕方ない。うっす。私に赤ちゃんができたんです。それでうちの人ったらずっと名前を考えてばっかり。あ、そうか。いやいや、このおしゃぶりあかんやろ。ちょっと装備したらどうなんの？おしゃぶり装備すると甘えん坊。まあまあ、そうやろな。いやいや、そこは豪傑にしときましょう。はい。おしゃぶり、トランプ氏に。まあでも、星降るでは普通につけといてほしいしな。いや、でも、それよりも、おしゃぶりつけてくれ、トランプ氏。いや、星降るでは、まあ、じゃあ、シミクソにあげましょう。はい。オッケー。これでいいでしょう。あ、そっか。シミケソは賢者やから、稲妻の剣よりも普通にイオラとか覚えるから、トランプさんに持たしとく方がいいかもしれないですね。こうしときましょう。で、上登るか。お金貯めて危ない水着買いたいな。私は昔アッサラームで人気だった踊り子の、おお、上の世界にいたんだね、あなた。でも嫌なお客に責められて逃げてきたの。座長はお元気かしら。ここに来たってどうやって来たの？俺らだってバロモス倒してやっと来れたんやで。
ねえ、アッサラームにいた娘がどうやってここに来たのか。町を出て南に下り橋を越えてしばらく東へ旅をするとメルキドの町へ行きます。高い壁に囲まれた町ですから。そうなんですよね。うん、まあこれはまた後で行きましょう。闇の世界のに時々牧場の方でキラリと光るのを見たことがあります。死ぬ気味の中だったと思いますわ。てててててて、て重要ですね今のね。ゼルダなら今の音が鳴ってましたね。お、何してんの何してんの。ダメだ、ほんとんど干上がっちまってるぜ。この街も長くねえかもしれねえな。もっともその前に魔物に襲われて全滅なんてこともあるけよ。予言者、あ、今なんか、あ、ありましたよ。いいですね。オッケーオッケー。なんかあるような気がしましたからね。いやー、予言者がこんなところにおるな。ね。辛いな。それは辛いな。なんかね。よし。じゃあ、ちょっと。いや、きっとね、なんかこういうところにもプルッとあったりするんですよね。うん。ないですね。はい。あ、でも俺右回り込んで、なんか、この辺になんかない？なんかしてるよ。銀融詩人、ガライ。ああ、彼ならここから東、メルキドの町だと思います。おお、聞いたんや。私知ってるわ。マイラのお風呂から南に10歩。笛が埋まっているのよ。うん。これ重要なやつですね。そう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 。マイラは温泉の町でしたよね。確かね、ドラクエ1でね。そこで、1の時も、何歩歩いたら何々があるよ、みたいなヒントから手に入れたりしましたね。確かね。うん。ほら、あるじゃん。地名だ。結構ちゃんと見つけてない？どう？どうだい？まだ見つけてないものがあるっていうのが俺ね、ヒヒン。ヒヒンブルル。あった。オリハルコンを手に入れた？え、めっちゃ重要じゃない？これ。何気に。めっちゃ重要なもん手に入ってない。まあ、でもオールハルコンってさ、なんかドラクエっぽくないよね。うん。なんかそういう感じじゃないわ。ドラクエ、オールハルコンって言えばファイナルファンタジー感がある、なんか。この空の上にはさらなる世界があり、そこには光の玉と呼ばれるものが存在するらしい。光の玉を持っていれば、この世界にも光を照らすことができるのであろうか。お？そうなのかい？じゃあ使ってみようか。光の玉はどこにあったかな？俺持ってたっけ？ちゃんと持ってるよね。あるじゃん？まだ静かな輝きですね。あ、なんかある。やりか。そうですか。ここには何もなかったですね。うん。うっす。ハクションハクションハクション。誰かわしの噂はしとるな、ハクション。もうちょっと可愛いくしゃみをしなさい。ユーモアの方か。おう、チーメだ。おう。チーメだ、しっかり集めてんじゃないこれでね。まあ、後でもうちょっとだけ物色はするけどね。お隣にはやたらくしゃみをするおかしなおじいさんが住んでいる。この世にはやたらくしゃみをするおかしなゲーム実況者も存在しているよ。はい。というわけで、ちょっともうちょっと街物色しますね。なんか、アイテム全部大体見つけてたと思うので、それでは次の街に行きましょう。下回りかな。うん。メルキドの街に向かおうじゃないですか。下側かな？上側かな？あ、どっち回りでも行っても良さそう。あ、あっそう。あ、装備できる人しか使えない感じ？あっそう。そういう感じか。あ、そういう縛りがあったんか。あ、なんや。じゃあ、吹雪の剣まで買うことはなかったかもな。あ、そうなんやな。稲妻の剣。あ、そう。シミキョスでもじゃあ無理ってことやんな。残念。もともとそういうやつやっけ。使うと特別な効果があると。フルコンだけ装備できますと。そうなんやな。ちょっと一応やってみるね。で、やっぱそうか。あー、もったいないことしたな。ね。それやつたら、フルコンがとりあえず持っとくだけ持っといて、攻撃するか、イオラハマツかっていう感じにするか。うん。あれぐらいの攻撃力の差やったら、買うんじゃなかったよ。それよりも危ない水着を買うべきだったよって感じがすげえしてくるな。いや、だってさ、言うてさ、もうちょっとしたら多分、フルコン君は、もっといい武器が手に入るはずなんですよ。ってなると、この武器の、吹雪の剣の出番ってすげえ短いはずなんですよ。まあ、短い命をちょっとだけ楽しませていただこうじゃないですか。
ちなみに使った時の効果はヒャダルコレベルですね。だからここまで来た時にね、ヒャダルコのレベルやと、いまいち、それも、いまいちって感じですよね。ね。マクロベータってすごいなんか、コンピューターチックな名前ですよ。あ、聞かへんし。残念。お、この砂漠が見えてきたが、メルキドってこうかの、マクロベータ。また出ましたね。なんか、ウィキによると、このマクロベータくんは、もうドラクエの中でも1、2を争うレベルの地味さらしいですね。でなんか、割と、マイナーモンスターの中でも有名みたいな。そうそうそう。マクロベータっていう、スレが立てられるレベルの、地味な、モンスターの代名詞っぽい。あ、おー、そっちでしたか。そうですか。で、上から回りますか。実際もある、メカマクロベータ君、ここで初登場ぐらいのレベルでしてくる割には弱いからな。よっしゃ。じゃあ、そんなマクロベータ君も倒し、お、山に囲まれてる感じや。中入ると、高い壁に囲まれてる感じになってるんですね。で、ここにゴーレムがいるんですよね。いや、ドラクエ1の時苦労したな、この城塞都市、メルキド。こんな城塞だと魔王の手にかかればひとたまりもないだろう。いや、そうでもないと思うんやけどね。強い。町ですよ。魔王を恐れ、絶望のあまり人々は働かなくなってしまった。マジか。そうなんか。いやいや、絶望のあまりとかじゃないやろ。なんか、あ、やだよ、やってる。お魔王が来るということを理由にして、ね、なんか、営業することをサボってるだけじゃないんかな。お、ガラ来たね。楽器界、僕は盾琴専門なんだけど、家に置いてきちゃった。あの銀の盾琴の音色はちょっと危険なんだ。そうだよね。ヘビメタリングか。ヘビメタリングはもう持ってる。なんやろな、ヘビメタリング。なんか素早さ上がるしな。どういう名前の由来なんやろな。絶対あるやん、こんなん。ありがとうございます。今のはもう、あ、なんか、アイテムありますって書いてあったよな。雰囲気的にね。ちょっと、いろんなところの物色には参るけれど。なんか人あんまりいないね。あ、いるじゃん。こんな世界に生まれたばっかりに、私はこの子が不憫でなりません。お兄ちゃんたち強そうだ。お兄ちゃんたちなら魔王。なんでもないんだ。どうせ死ぬんです。働いても仕方ありませんよ。いやいや。やばいな、ここの人たち。そう、なんか、そんな感じになってしまうんか、みんなな。パーティードレスはもう出遅れって感じだよね。ここで手に入れても。私は魔法の力で動く人形の研究をしている。巨大な人形を作ってこの街を守らせようと思っている。そいつの名前ゴーレムにしよう。あ、いいですね。彼がこの街を救ったんですね。でもなぁ。お、なんかめっちゃ本あるやん。宿城への道。お、全部本あった。やるね、あなたの家の本、最良に取っていったけど。5冊本を取っていく主人公。なんてやつや、こいつ。はい。やばいやつおるな。あんなところにいるやつ、やばいやつでしかないやろ、絶対。はい、これどっから入んねやったっけ。あ、入れた。押す。魔王の城に渡りたいなら、この町の神殿に住む老人を訪ねることだ。あれ、神殿なん？あんなん、バリアの、待って、トヒロスじゃない、トラマだよな。はいはい。押す。魔王の島に渡るには太陽の石、雨雲の杖、聖なる守り、この三つを携え聖なる祠へ向かうわよ。太陽の石、雨雲の杖、聖なる守りですね。雨雲の杖と聖なる守りをまだ取らないといけないのかな、これも、ドラクエ1と一緒ですね。よし、小さなメダルだ。結構なんかしっかり集めてない俺。よくよくない？ねえ。寝てる。グーグー。今ただ怠けてるだけに見えんねんけどな。恐怖を言い訳にして。そう。恐怖を言い訳にしたニートカですよ、こんなんただの。やってるし。ここはモンスター同士が戦う手に汗握る格闘技場です。普通にやってるし。今ね、すごく痛そう。いや、絶対ここ絶対遊んでるだけやってみんな怠けて。だってここだけはしっかりやってるもん。ねえ。母ちゃん怖くて掛け事やってられっかってんだよ。ほんまに。これいかん傾向ですよ。ほんとに。まあ、やるけどね。当然ね。うわぁ、これはでもな、暴れ猿かな。いや、今のメンツで暴れ猿負けるわけないやろ。
はい、通行いただきました。ありがとうございます。まあ、これはね、これでお金稼いで、危ない水着買えちゃうんじゃない？いや、無理やな。1枚、50枚ぐらい買いたいんですけどね。ダメか。いやー、なんかね、ちょっとね、掛け金を上げられないからね、今持ってるお金に対してのこう、喜びが少なくなってしまったから、うん、やめときましょう、これぐらいで。ね、じゃあ、この街ももうちょっと物色しますね。これぐらいしかないんかな？基本情報がもらえるだけの街なんかな？こんなところにあるじゃん。祈りの弓は結構落ちてんな。使っていくか。まあ、いらんのに使っていってもしゃあないからな。よっしゃ。じゃあ物色し終わったので行こうかなと思います。そういやさ、レミラーマ覚えてんのに使えよというコメントをいただいておりましたよね。そういえば、そうやわ。でもね、今ね、ちょっとメンバー変えちゃったからね、レミラーマ使えるメンバーがいないんですよね。なので、まあまあ、レミラーマを使えるメンバーを入れた状態で一応全体を物色し直すというのはありっちゃありかもしれんな。そう、レミラーマってね、確か、その本当の初期のドラクエ3ではなかったはずなんですよね。でまあまあ、小さなメダル自体が実装されたのがこのドラクエ3のリメイク版からやから、敵まあまあ強いな。結構しんどいぞ。あ、なんかある。なんかこういう、全然弱い敵と結構強い敵が思いっきり紛れてるのが、まあでもその方が自然ですよね。なんか勇者が行くに従って強い敵が出てくるよりも、こういうめっちゃ弱い敵もめっちゃ強い敵も普通に混ざってるっていうのが自然ですよね。ね。あり方としてはね。人間は嫌いだけどオルテガは好きよ。きっと大魔王を倒してくれるわ。オルテガ？生きている？どういうことだ？ウィス、なんかあった。小さなメダル見つけた。いいですね。どこに落としとんねんな、これな。私はその昔、ルビス様にお仕えしていた、妖精ですと。そして、あの日、4月18日、ルビス様に代わりフルコンに呼びかけたのもこの私。おぉ。誕生日久々に出てきた。あの時は随分と失礼なことを言ったかもしれません。失礼しましたね。許してくださいね。しかし、フルコンはついにここまで来てくれました。はい。呼びかけた方が、こんなところで会うことになりました。ね、スルッと会えたけどな、ほんまに。私の思いを込め、あなたにこの雨雲の杖を授けましょう。ね。というわけで、ルビス様の使い、やったんかな？呼びかけてくれてたのは。ちょっとだけ、ここも、レミラーマがないので、普通に物色しましょうか。あ、なんかあった。おう、銀のロザリア、いいですね。でも銀のロザリアをいっぱい持ってるよな。そうやんな。さあ、雨雲の杖手に入れまして、太陽の石も手に入れたので、あともう一個だけですね。オッケーオッケー。さて。あとどこ行ったやろな。あ、上回りで右行くか。よし、オッケー。あれ？これなんか上側行けないな。なんかね、行けない。行けないぞ。そうですか。船で回るんかな。ちょっと、また違う道を通ってみましょう。お！そういう感じ？あ、ここ回り込めないんや、この世界は。お、世界はなんかこの謎の壁に立ち塞がれてるんですね。なるほど。これは、盲点やな。闇に閉ざされてるとでも言うべきなのか。ね。こんな感じになってんのか。じゃあ、普通に成功法で回っていくしかないんやな。上側回ってみるか。なんか塔がありますが、塔先行くべきか、情報を得てから行った方がいいよな、ああいうところってな。なんかあの塔に行くのじゃみたいな話あるよね、多分。ちょっと、この辺りの街を探しましょう。んでですね、シミケソ君が、割と俺の好きな呪文を覚えてくれましたので、今、普通にマルレン出しちゃったけども、使えるかな。よっ。このね、ヒャダインもね、ドラクエ3リメイク版だとあるんですね。あ、しかも全体攻撃？マジ？最高やな。え、ファミコンの時はなかったよね。確か、ヒャダインってドラクエ4初登場かな。なんかね、この、そうそうそう、マヒャドーとヒャダルコの間の、この、ちょうどいい中途半端な使い勝手の良さが結構好きやったんですけどね。あんま登場しないシリーズも多くてですね。ヒャダインはいいよ。
ちゃいますわ。ドラクエ3ファミコン版からありましたわ。ちょっとあんま覚えてなかったな。ヒャダインはね、ドラクエ3と4しかやっぱ登場してないんですよね。うん。で、後期はマヒャデドスというね、とんでもない、俺結構こんな名前も好きなんですけど、とんでもない名前の、ヒャド系魔法が出てくるから、うん、ヒャダインよりも、マヒャドの上が出てくるっていう形になっちゃったんですよね。だからもう、今後も出てこないやろなと思いますけれども、うん。ヤマタノオロチという化け物の生贄にされそうになった時、私たちは逃げ出しました。そしてこの世界に迷い込んだ。意外とみんなここに迷い込めるもんなよな。俺ら来んのめっちゃ大変やったのにさ、ここの世界ね。ささっと来れるもんなよな。あそこにたどり着くの相当大変やけどな。王者の剣はオリハルコンというものでできていた。まいった、カンナタとかいう男に王者の剣だと騙されてただの鋼の剣を買ってしまった。お、ジバングから来たっていう道具屋の旦那らなら上にいますぜ。ん？何をしてくれるんだよお前は。道具屋です。おー。スライムピアス一個買いましょうか。とはいえ別になんか性格が変わるだけかなと思うんですけれどもね。うん。一応買っときましょう。なんもないんか。ジパングから来たというだけで特に大変なもの売ってるわけではなかった。スライムピアス別に性格どうなんだろうな。寂しい気持ちにさせるようです。あー、微妙やな。いまいちやな。全然いらんな。はい。もう使用性の笛があれば石像にされたルビス様の呪いを解けるはずなのに。お、なんか重要っぽいこと言ってますよ。ん？石像にされたルビス様だと何の話をしているんだね。温泉入ってんのじいちゃんだけか。ここは露天風呂でございます。宿屋にようこそ。うん、寝ましょう寝ましょう。とりあえず寝てやな。温泉から南に10歩やったっけ。なんかその辺にアイテムがあるんですよね。温泉から1,2,3,4,5,6,7、あ、これか。やったー、10歩でもなかったけどな。1歩がどれなんやろな。寄せの笛使ってみましょう。このエフェクトあるんやな。大層な品物。戦いの時道具として使うと特別な効果がありそうです。何回使ってもなくならない。で、なんか、あ、そっかそっか、ルビス様の呪いのもんか。え、でも昔はね、ドラクエ1の時はゴーレムを眠らせるためのもんやったかな。なんかそんなやったはずなんですよね。おお、こんなところにメダルが。じいちゃん。あ、だから戦いので使うと眠りの効果かな。眠りの杖と一緒やな。若いもんは違うの。お前さんもちょっと湯加減がぬるいと思いなさるか。これもこの世が暗闇に覆われたため、また熱い湯に浸かりたいもんじゃ。ああ、ぬるくなるの。お湯が完全に出なくなるとかやったらわかんねえけど。闇に覆われると温泉がぬるくなるってなんか、めっちゃ中途半端やな。そんな感じになんねん。それ、眠りの杖ね。これ、ちょっと、便利なので出しときましょう。博愛リングしまって、トランプする。持っといてもらいましょう。うん。うお神は光や魔王は暗闇。神と魔王は遠い昔から戦い続けてきた二つの力の源。もし光の玉があれば魔王の魔力を弱めることができる。それよりもその 毒の沼地を何とかしろ、ばあさんよ。そんなところでお前は暮らすというのか。なんか背景綺麗やな。ね。これもなんかファイナルファンタジー感あるね。うん。こんな森で、ガラフさんが大変なことになってしまいましたよね、昔ね。お、不思議の木の実だ。チューニちゃんとかに使いたいからな。ちょっと温存しておきましょう。ね、ちょっと物色しますね。おいおい、井戸の中という重要なところを見てなかったじゃないか。こんなん絶対なんかあるじゃないか。ふっ、小さなメダルありがとう。いいですね。メダルだいぶ集まってきたな。一回帰るか、アリアハン、ね。おっと。こんなのを見落としていたぜ。これは良くないぜ。こっちもなんかあるぜ。何もないぜ。よしよし。うっす、武器屋さん。武器屋さん。うんうん。賢者の杖。これちょっと、効果が知りたいな。何の効果やろな。ちょっと欲しいな。水の羽衣、あ、結構いいもん置いてんな。水の羽衣と三日神の盾つ、なや、これ二つあれば、だいぶ強くなりますよね、防御力。欲しい。ねえ。
賢者の杖も買っちゃおう。ね、使ったら当然ね、効果あるよね。装備はしないけれども、ちょっと使うために置いときましょう。あれこれ、あれじゃ、オリハルコンってここで使うんじゃなかったっけな。なんか、不思議な輝きを持った金属、何かの材料に使われる。店屋に見せてもこの品物の値打ちはわからない。呪われていない。王者の剣を砕いてしまうのに3年の月保養した。いやはやすごい剣もあったもんですね。そう。そうやな、ここ王者の剣の話してんよな。あれどうやるんやったっけな。忘れてしまったぞ。お？どうやるんやったかな。王者の剣はオルハルコンでできていたと。あれ？まあ、とりあえず行ってみますか。これな。うん。なんだろう、オリハルコンをどのように使うのかは、視聴者の皆様に聞くというね。うお、いきなりハグレン、レン、レン。あ、でもこのラゴンヌって強いかな。え、ちょっと待って、強いかな、強いかな。まあ、ちょっと怖いので、サオリだけ、サオリ回心ワンチャンに結局なっちゃうから、うん、ね。まずはラゴンヌを攻撃しつつ、どういうことしてくるか分かれへんからね。全滅しちゃったら元も子もないからね。あー、回心出ないか。よしよし。うん、1ダメージ与えること受けてきたから。あ、ラゴンヌさんそこまで強いわけではなさそうや。おーし、ナイスー、ナイサオー、いいですねー。回心出てくれるとほんま気持ちいいな。イエーイ。ラゴンヌはあれか。ライオンとドラゴンの愛の子でラゴンヌよね。うん。っていう感じのネーミングやろな。お、アイテムだ。1016ゴールド、そして2032ゴールド。はい。ほんま。前は。おう、そうか。賢者の杖はベホイミの効果か。これはありがたいな。え、これってさ、シミケソ以外も使えんのかな。それやったら全員にも出しとくっていう神的行動ができるよな。賢者の意志とかね、そういうのはそういう使い方してたけ、あ、間違えた。草薙の剣人だよ。例えば、沙織さんに持たしてみながら、ね、ちょっと一回やってみましょう。これできたらかなりいいよね。うん、まあ、でも、なんか杖系は誰でも使えたような気もするんですよね。それやったらだいぶ熱いよな。お、これか。あ、待って、人おったな、そういや、さっき。なんか、スーッと無視して下行ってしまったけれども。オッケー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 。うん。うっす。回転する床は歩き方を考えてから進めば歩けるはずだ。ただ、がむしゃらに進むだけでは誠の勇者とは言えまい。おぉ、なるほど、なるほど。上は何もないか？おぉ、いけるなぁ。マジか。賢者の杖全員持たせ作戦熱いよな。いいなぁ、これ。ベホイミ効果がタダで得られるって。やめたまえ。こわ。はぁ、あ。待って。ベホマしましょう、これはね。あ、ベホマ覚えてない。うん。フルコン、もうベホマズンまで覚えてしまったから、レベル上がりすぎて。あ、なんもなさそうやな。よっしゃ、ちょっと今の階段のとこ行きましょう。おっしゃ、何気に今ね、不思議な帽子を明治キメラくんが落としてくれましたね。これね、特別な効果があると。これ呪いじゃないよな。どうしようかな。装備してみようか。とんがり帽子なんか装備してなくてね。うん。ちょっと、使ってみましょう。うん。よし。どういう効果やったっけな。どういう効果やったねかね、全然ねえよ。あ、MP が軽減されてるわ。あ、これはでかいよ。え、ちょっと待って。じゃあさ、不思議な帽子を。あ、そうか、フルコンは装備できんのか。ベホマズン軽減されたらいいのにな、とか思っちゃったんやけれども。そうやな。フルコンは装備できんねんな。ベホマズンってどんだけいる ?60 人。それはダメだ。うん。そいつはダメだ。あ、これな、これ左側に行っちゃうわけね。はいはい。お？うん。うん？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 あ？
わ。待て待て、どうするんだ。まあなんかちょっとね、進む方向がね、これちょっとおかしくなるんですよね。うんうん。これをこれ左側白でまっすぐ行くと、まあちょっとトラマ流しておきましょう。下押すと右に行く。うん、なるほど。これで上押したら変な方向行く。右押すと上に行く。ちょっと待ってくれ。はい。右押すと上に行く。こっから違うな。右押すと上に行く。なんかようわからんままに、とりあえず行けてしまったけれど。ミミックかい！はい。おー、力の指輪。よかったよかった。いいですね。まあ、あんま使わんけどな。大層な音鳴らされても。落ち目だ、いいですね。うん、よかったよかった。あ、ちゃんとまともな宝あるじゃないですか。で、まあ、ちゃんととこ、左白がついてるところで、左押すと下に行く。で、右白がついてるところは、右押すと下に行くんじゃない？オッケー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 。ちゃんと解いた。博愛リングに命の木の実、いいですね。うん。雷神剣！雷神剣って、誰や？もういらなくなってしまった、かわいそうに。うん、分かった、装備するよ。そうか。吹雪の剣いらんかったなぁ、これ。辛い。命の木の実。命の木の実もうフルコンに使いまくって、もう無尽蔵の体力にしたろっか。ねえ。うん、オッケー。で、体力系の種もね、今後手に入っても。うん。スタミナの種か。全部フルコンで。いいじゃない？よし。じゃあこれは上に登れそうだね。さて。どんどん上に登っていきましょう。どんどん上やけど、まぁ、ちょっと待って。これは真ん中にまたアイテムがあるタイプじゃないの？さあ、暗い。雷神剣の効果を、お前に味わわせてやる。とどろく雷鳴。これ、ベギラゴンかな？攻撃力が高すぎる。ベギラマの威力ではないが、火のエフェクトだった。とんでもない武器を手に入れてしまった。ドラクエ3の頃はまだまだギラ系魔法が大活躍。なんもないやないかーい。くそ。あ、なんかあった。あ、メダルか。そうですか。オッケーオッケー。よっしゃ。じゃあちょっと左側も。やっぱこれちょっとアリアハン戻らなあかんな。ギエーやっちまっためっちゃ跳ね返ってくる。やばい。しかもフルコン混乱か。きついな。ちょっと逃げるか。ふぅ。なんとか逃げ切ることができました。やっぱ魔法系はダメですね。ああいう敵にはね。深く心に刻もう。なんだなんだこれ。小さなメダルを手に入れたか。この奥って行く意味あんの？なんか行き止まりになってない？行き止まりじゃないんかなこれ。待って。左になってるところでは、上を下が、下か。はい。全く意味がなかったですね。まあ、ちょっとこの階段登りましょうよ。ね、普通にね。お、いいね。あ、これ、あれか、あれ取るやつか。待って、これ、上押して、はい。で、下押して、オッケーオッケーオッケー。光の鎧を手に入れた。尻を入れた。尻に入ってしまったが、光の鎧は、防御力でさすが上がる。刃の鎧もね、捨てがたいねんけどね。まあでもちょっと装備するか。刃の鎧ね、メタスラ系と戦うときにはめっちゃいいんですよね。なんでね。捨てがたいところではあるんですけど。さて、どうすんのかな？もうこれ帰れってこと？いやいや、でもちゃうやろ。これだけじゃないやろ、ここ確か。ここは違うぞ、はずやぞ。あれ、どうやって行くんやったっけな？いやさ、でもこれなんとなく記憶があるからさ、これだけじゃなかったはずやぞって思えるけどさ、これ初見で普通に来たら、なんか帰っちゃうよな。なんだここ。あ、ここに落ちるんか。
なるほど。小さなメダル拾ったとこね。なるほど、なるほど。あ、落ちるところによって、こう、なんかいろんな、あれが、いろんなところに行けるというシステムか。こっからも落ちてみよう。よし。よし。ピュイーン。お、いいねー。そうそう。こういうの待ってた。こういうの待ってたよ。うん、そうそう。これでなんかちょっと違うとこ行けるみたいな。そういう優しい世界待ってた。お、これは。よし。ちゃんと進みましょう。これは普通に進まなあかんね。上に上がろう。うん。なんか隠し通路に来た感がありますね。ああ、そうそう。これなあ。ここの塔はね、目的がちゃんとあるはずなんですよ。ほら、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。あ、そうかそうか。じゃあ、ちょっとマイラに寄ってきて正解でしたね。あれを、妖精の笛でピロピロピローと復活させるっていうのが目的やな。そや、そんなんやったわ。助けに来てやったぞ。まったくそんな簡単に死にされてしまうだなんて。お前はドラクエ5の主人公か。不思議な気品の漂う美しい女神像だ。よし、妖精の笛を使おう。妖精の笛。うるる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 おぉ、色づきましたね。あ、まるで夢のよう、よくぞ封印を解いてくれました。私は精霊ルビス、このアウルエフガールドの大地を作った者が簡単に石にされこんなところに、無残にも、惨めにも捕まっておりました。お礼にこのフルコンにこの聖なる守りを差し上げましょう。もし大魔王を倒してくれたら、きっといつかその恩返しをいつか、したい、いつかか、すぐにしてくれ。私は精霊ルビス、この国に平和が来ることを祈っています。はっ！用事が終わったらすぐ消えた。ほんま現金なやっちゃで。というわけで、そやな。まあまあ、今日はこれぐらいにしておこうか。うん。マイラにでも戻ってちょっとセーブして終わろうかなと思います。はい。薄情な精霊やわ。